皆さん、こんにちは。あつこストロングゲストです。今回ご紹介する本はこちらです。新庄剛し、楽しく夢を叶える言葉、小玉光雄さんです。でですね、私がちょっと覚えているのが、まあ、野球の新庄さんですね。 この方がですね、日本ハムに入った時に、あの、北海道のですね、あの、経済効果何百億というのをですね、私現地に行ってですね、バスガイドさんから聞いたことがあるんですね。で、確かにこの方はちょっとマスター性があるというか、オーラが強いというかですね、まあその後今はですね、あのー、日本ハムの監督をされていて、 なんて言うんでしょうね。あの、ちょっとあの、野球、プロ野球がですね、あの、元気ないなと思ったところにですね、こう、息を吹き込んだ気がするんですね。で、もうこの本読むとですね、その、いかに、ま、ああの、礼儀正しくあれとか、 あの、楽しくやろうとかですね。あと、まあ、折れない心とか、もうですね、あの、別に野球をやっている人でなくても、もう社会人でもですね、誰でもですね、あの、新庄さんのですね、言葉を、あの、自分に落とし込んでですね、あの、まあ、毎日、こう、うまくやろう。そのような気になってきます。皆様にもぜひ、読んでいただきたいと思います。はい。 今回もご覧いただきましてありがとうございました。またこのようにですね、あの有名ではあるけれども、本当にあの毎日ですね、うまく楽しくやっている人の本がありましたら、こちらでご紹介しますので、次回以降もまたぜひ見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。